どうもかなです。今ね、緊急でじゃないんだけど、とりあえずいつもの運行で浜松のコネクトエリアで荷物交換庫して、0時落ちの調整の時間までちょっと時間があるので休憩タイムなんですけど、入ってくる時に多分おじとらさんのトラックあって、そう連絡してみたらいるよっていうことで、おじとらさんがねうなぎをおごってくれるって言ってるから行きたいと思います。イエーイ。では行ってきたいと思います。レッツゴー。多分待ってるから急ぎましょう。急げ急げ急げ。でもさ、普通にトイレ行きたいんだけど漏れそうどこかな。餃子とラーメン。うなぎ食べれる？食べれる。うなぎ好きですよ。いいよ。うな丼で。うな丼、はい、浜中さんと中国さんでお値段違いますので選んでください。どっちがいい？中国さんと浜中さん。でもただ普通でここ置いとくだけだよ。映っていいの？いいです。それでいいの？いいです、はい、いただきます。いただきます。この間やっと箸の持ち方が変って言われました。私箸こうやって持ってるんですよ。別です。いや、そうなんですよ。気づく人あんまりいないから。ちゃんけが悪くない？そうなんですか。なんか初めて視聴者さんに突っ込まれたから気づかれたと思っていただきます。さっき一人で何か食べようかなと思ったけど、一人だしなと思って、明日中国道回って帰って何か食おうかな。中国道、何狙ってたんですか？まあ大体うまいところは決まっとるよね。へえ、あんまり行かないから。うなぎ作って意外だね。めったに食べないですよ。ね、一回食べるか食べないか。ふわふわ。こっち来たら餃子が多いもんね。浜松餃子、うん、食べたことないんですよ。まあそうね。毎日浜松行ってる。餃子は上り線の方が。石松餃子って静岡にも有名なの。いつも上り線で食べよるから。海老名で食べたラーメンがめちゃくちゃ辛くて。え、辛いの頼んだんじゃないんですか？違う違う、赤いラーメンだったけど、こんなラーメン。こんなん辛いじゃないですか。見せてください、みんなにも。見るからに辛いじゃないですか。もう、汗だく。俺の席だけ雨降ってるんじゃないかっていうぐらい汗だくの。メニューのあれ見たら唐辛子じゃなくて、なんか粉末のなんか赤いだしみたいな感じかなって思ったんで、全部唐辛子。それは辛いですね。完食したんですか？辛いの苦手なんです。はい、今回もアテレコしていくんですけど、なんかね、ありがたいことに前回の動画たくさんの方に見ていただいて、新しい視聴者さんもね結構登録してくれたみたいで、まあおじとらさんのこと知らない人はいないとは思うんですけど、まあ一応紹介しておくと、私が働いてる富士トランスポートで働いてる先輩で、 YouTube の先輩でもあります。結構ね爆食いしてる先輩なんですけど、本当にね優しくて気前が良くて、いろんなことを教えてくれるんですよ。やっぱり物流業界のこととか、私も4トンの冷凍車を昔乗ってたことがあるんですけど、その冷凍車の仕事の話もいろいろ教えてくれたりとか、
ぱ私4トンだったんで、大型のガチのやつとかあんまりわからないので、やっぱり先輩の話を聞くっていうのはね、勉強になることばっかりで嬉しかったですね。今回も偶然会えてよかったです。はい、今日も無事に支店到着しました。実はね、洗車が途中なの。今日の朝ちょっとだけ早く来て洗車しようと思って片側だけ終わったので、さ、時間になっちゃって片側終わってないから、その続きをやろうかなって思います。今2時半くらいだからめちゃめちゃ寒いんだけど、まあささっと洗って、あとこの内装もちょちょっと掃除して今日は帰りたいと思います。やばい、寒すぎる。やっていきます。はい、洗車もねしにくい季節になってきましたね。まだね、日中だったらギリ耐えられるかなくらいの寒さだとは思うんですけど、この日も車庫着いたの2時半とか3時とか、結構夜中朝方だったんでめちゃめちゃ寒かったんですよ。最近気づいたんですけど、直接水に触れなければなんとかなるかもって思ってきて、ゴム手袋でもいいし、ビニール手袋とかそんなんでもいいんでね、直接水に触れないのってめっちゃ大事だなって思いました。まあ多分みんなそうしてるんだろうけど、かなちゃんね大雑把だからね意外と雑いから素手でやっちゃったりとかしてね、ピッて指切れたりとかする時があるんですけど、皆さんも気をつけてください。まあそんなことしないと思うんですけど。あとね、来週かな、タイヤ交換と3ヶ月点検があるので整備工場に連れて行くんですけど、この乗用車ねどうしようかなって思ってるんですよ。私埼玉県に住んでるんですけど、毎年ねスタッドレス必要な年と全くいらない年があるんですよ。もうね際どい感じだからね、どうしようかなって思ってて、で今年に関してはもう買わないといけないんですよ、スタッドレスタイヤを新しく。だからちょっと渋ってて、まあね職業がドライバーだし事故できないからさ、もう渋ってないでね、ちゃんと早めにね履き替えておけばいいんですけど、あ、まあ買います。はい、すいません、買います。終わった、できた。めちゃめちゃ雑だったけど、まあ今日一日の汚れは落ちたのではないでしょうか。はい、はい、じゃあ片付け。じゃーん、綺麗になったのではないでしょうか。はい、ということで車戻します。やっと帰ります。もうやばいわ、ボサボサだね。はい、ということで、まあ今日は目まぐるしかったかな。今日あんまり走行動画、 あんまりっていうか全然走行動画なかったと思うんですけど、行きはね今日の東名の事故で玉突きやってて通行止めになっちゃってて迂回したんだけど、そっちのルートもめちゃめちゃ渋滞してて1時間はロスったかな。で帰りは新東名の集中工事で渋滞ね、大井松田らへんの渋滞でもうね結構ね時間が押して押してって大変なんですけど、めげずに頑張って運転していきたいと思います。はい、ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も明日もご安全に、バイバーイ。